まあ、そういう日本人のものづくりの姿勢っていうのはやっぱりウイスキーにも少し現れてて、まあ、非常に細部にこだわって手を抜かずに、よく品質見ながらものを作ると、まあ、おそらくこういう2つのことがあって日本のウイスキーっていうのは特徴が出てて、まあ、そういったところが日本のカルチャーもセットで世界の方々に評価していただいているんじゃないかなというふうに思っております。我々が一番大事にしているのはそのお酒の原酒の作り分けっていうのをすごい大事にしています。でここで原酒を作り分けて上流の釜ですね、ポットシューでもいろんなものをタイプを使って作り分ける。でさらに樽もいろんなものを使う。で熟成の環境も貯蔵庫が3つあるっていう中でそこでまた作り分けをして数々の原酒を作っていく、まあ、それがいわゆるこうブレンダーがいろんな原酒をチョイスした時に世界に出ていけるようなブレンデッドウイスキーっていうのは出来上がる、まあ、こういうことなんですよね。そうは言っても樽も乾燥しますから、はい、こんなところにあると漏れる可能性があるんです。液はこのぐらいまで入ってますので塗るっていうのが基本で、開けて何かサクション入れたやつで、例えばこの95年のこれ日本の樽なんですよ。へー、あ、見てわかるんですか。ここに四角く囲ってあるのは日本のオークで作った樽ですね。これもそうですし、まあ、こちらにあるようなこの木の樽に入れて長く時間を置くことでウイスキー独特の色合いもつきますし、まあ蒸留したてのスピリッツの荒々しさがなくなってマイルドにもなる、華やかな香りも出てきますし甘い香りもつくということでですね、まあウイスキーの非常に多くの味や香りの部分はこの熟成という樽での熟成というプロセスからできてきます。They have a lot more earthiness to them. They're much more a product of their environment than said in Europe and especially American and Canadian whiskey has nothing on this. It's mass production. This is very intimate. The flavors are carefully chosen and what it is. で今東京って本当に世界で一番僕ウイスキーを買うことが難しい街だと思ってるんで、本当に少量はもちろんどこのお酒屋さんにも入ってきますけど本当に一瞬で売り切れちゃうんですよ。日本人も買うし外国人も血眼で探してるしで、うちのお店で仕入れるのもものすごい大変なんですよ今。プライズミーだとどうにもならないんですよ。